いただきまーす。マサオです。めちゃくちゃプリップリして美味しいですね。ソウルデンでございます。今日はですね、なんと、ちょっとねラベル剥がしちゃったんですけどね、長崎の、視聴者様からですね、なんとですね、宅急便で送られてきました。長崎のね、まるちゃんこと、丸山さん、ありがとうございます。ね、これねちょっと使わせていただきたいと思います。早速ですね、こちら、本日調理をいたします。それではね、何が届いたかはこちらです。じゃん。はい、こちらですね、ヒオウギ貝、こちらがね、たくさん届きました。まあこれはね、ほんの一部に過ぎないんですけどね、ちょっとね今日は10個だけ使いたいと思います。非常にね、美味しそうですね。色鮮やかで、なんか竜宮城に行ったようなね、感じになっちゃうんですけどね。じゃあこれをね今日は、バター焼きで、食したいと思います。本当ね、丸山さんありがとうございます。本当に非常に感謝です。ではまずね、こちら、貝をね剥いていきたいと思います。ではね、まず貝柱をね剥がしていきたいと思います。見た感じね、ホタテにそっくりですよね。これね外していきたいと思います。カーンとね、焼いていきます。このね、ウロの部分だけね、取りたいと思います。はい、そしたらね、綺麗に掃除の方ができました。まあ、飲食店とかね、出す場合は、この貝柱をね、半分ぐらいに切ってですね、ソテーした方がですね、見た目的にいいかと思われます。まあ、今回はね、自分がちょっと食べるんでね、このまま豪快にね、作りたいと思います。あとね、えのきとしめじね、こちらも、入れたいと思います。はい、それでは、ね、炒めたいと思います。はい、熱したフライパンにですね、油を引いていただいて、片栗粉をねまぶして焼いております。はい、ある程度ね炒まったら白ワインですね、まあ何かと日本酒で大丈夫です。ちょっとね、分厚いので蒸し焼きにしたいと思います。はい、そしたらですね、日本酒ですね。入れちゃってください。
とバターですね。そして、味の素ブラックペッピーですね。あと薄く醤油ね、たらっと。あとはね、味を見ながらね、塩加減とか、胡椒加減調整してください。はい、そしたらね、これで完成になります。ではテーブルも移動して試食したいと思います。はい、それではね、テーブルもやってまいりました。ひよぎ貝のね、バター焼きの完成になります。それではね、試食したいと思います。いただきます。うまそうです。めちゃくちゃプリップリして美味しいですね。ホタテとね、ちょっとホタテよりもちょっと歯ごたえがあるような感じですね。で、今回貝柱もね、あと肝も一緒につけたんで、非常に食感がね、貝柱だけだと、単体の味になるんですけどね、この貝柱と一緒に食べることで非常に美味しいです。うまい。丸山さん、美味しいです。本当にね、ありがとうございます。めちゃくちゃ、これはもう最高ですね。もうちょっとご飯がね、食べたいんですけどね、今ダイエット中でちょっと食べれないんですけど、我慢しながらおかずだけ食べてます。最高に美味しいです。キノコからの出汁も出てね、めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃうまい。ご飯も食いたいけど我慢します。うまい。それではね、よかったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回またお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。